はい、それでは回答解説に参ります。はい、問題はここの空欄埋めでした。山田先生は私の父の職業を私に尋ねたという英文を作るときに、ここの空欄に何を入れたら適切でしょうという問題でした。正解は What my father does doesn't です。did にならない。 asked と書いてあっても does が引っ張られて did にはならないんですよ。なんない does でいいんです。紛らわしいから消しちゃいましょうか。なんでかっていうお勉強をするんですね。これも実は時制の位置の例外なんですね。この3番目、現在の状態、特性、職業などを表す場合、これ職業ですよね。今何してる、今の職業聞いてるんですよ。を過去に尋ねていたとしても、今何やってるかを聞いていた、今何やってる、つまり今の職業を聞いている場合はいいわですね。たとえ ask とここが過去形になっていたとしても、ここは does のままで OK。時制の位置の例外ということで、これも実は変わらないで、引っ張られないで does のままになるという、そういうルールがあるんですね。これが時制の位置の例外の3番目ですね。はい、まあ、こういうのはあるんですよ。この例はあんまり見かけないです。あんまり見かけないんですけど、あるにはあるんだというのはしっかり覚えててもらいたいということですね。はい、大丈夫ですか。これはこれでしっかり覚えててもらえればというふうに思います。はい、できたでしょうか。よろしいでしょうか。はい、では次回までの宿題クイズを出しましょう。はい、場面ご覧ください。問題としてはこことここの空欄を埋めろという問題なのですが、その前に、ちょっと前提条件を書きましょう。はい、以前やった家庭法の勉強をちょっと復習します。いいですか。 If he は he は her boyfriend、he would be happy。この意味はどうなるかというと、もし彼が彼女の彼氏ならば、彼は幸せだろうという文章なんですが、はになってますね。he は、家庭法の時 B 動詞は原則はですからね。はい、まあ、これでまあ家庭法だと分かるんですけど、いいですか。家庭法というのはどういうことかというと、実際とは違うことを仮定する場合のお話でしたね。ということは、彼は彼女の彼氏じゃないんですね。かわいそうに違うんですね。なんで、まあ、彼氏ならね、幸せなんだろうけど、ね、彼氏じゃないから幸せじゃないですね、この人ね、かわいそうに。はい。まあ、それを無理やりこう、想像してる。そういう文章ですね。はい。で、問題は、わーとかね、うっととか、過去形なんですが、意味は現在。今っていうか、まあ、まあ、今ですね。現在は、ね、の仮定をしているということで、仮定を過去という名前がついてますけども、意味は現在なんだと。今、残念ながら、この日彼は彼女の彼氏じゃないですね。それを無理やり仮定した文章がこれです。はい、いいでしょうか。はい、もう一回、If he had been her boyfriend、he would have been happy。 これはここが had been という過去完了になってます。ここは would have been という、ね、形になってますね。はい、これはどういうものかというと、もし彼が彼女の彼氏だったならば、彼は幸せだったろうですね。上と下の違い分かりますかね。こっちは今現在のことを言っていて、こっちはちょっと昔のことを言ってですね、まあ1年前か2年前か、まあ、まあとにかく今じゃないですね。あの時ね、彼女だったら、彼女がね、まあ、ていうか自分がね、彼女の彼氏だったら、なあ、その当時幸せだったなあっていうのを思い返してですね、実際はそうじゃなかったっていう話ですね。ここは過去完了でしょ。だけどこれ仮定法なんで、仮定法過去完了って名前が付いてます。形は過去完了でも意味は過去のことになるんですね。実際はそうでないことを表しているということです。よろしいですか。はい、はい、これを踏まえていいですか。問題やっていきますね。ここを空欄埋めなさいですよ。太郎はもし自分が彼女の彼氏ならば、まあ、自分は幸せだろうと言ったですね。太郎せどざっと、まあ、ざっと省略できるんですが、でここなんか入れなさいという問題です。はい、もう一度、太郎はもし自分が彼女の彼氏だったらいいですか。上は、今、こっちはあの時、彼女の彼氏、自分がね、彼女の彼氏だったら、自分は幸せだったろう
これも昔の話ですね。と言ったんですね。太郎生徒さんと。で、ここの空欄を埋めなさいという問題を作りました。はい。なんとかここ、これを踏まえて、英文ちょっと入れてみてください。はい。今からメッセージをする方は、これのご回答を、自分なりに作って、作ってください。何見てもいいです。調べて構いませんので、入れてください。それ以外の方もね、ちゃんと調べていいんで、調べていただいた上で、ちゃんと自分なりのお答え作って、それから次回のビデオで、お確かめください。